ヘブライ人への手紙。皆さん、神の安息日に預かる約束がまだ続いているのに、取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょう。というのは、私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども、彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。信じた私たちはこの安息に預かることができるのです。私は怒って誓ったように彼らを決して私の安息日に預からせはしないと言われた通りです。もっとも神の噂は天地創造の時以来すでに出来上がっていたのです。なぜなら、アルカシオネ7日目のことについて、神は7日目にすべての噂を終えて休まれたと言われているからです。そしてこの箇所でも改めて彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われています。だから私たちはこの安息日に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の例に習って堕落するものが出るかもしれません。神の御言葉。私たちに伝えたこと、神の誉れと力その行われた不思議な技を、
私は子孫に隠さず次の世代に語り継げよう。神の業を思い起こそう。後の世に生まれる子がこれを知り、またその子に語り伝えるために、彼らが神に信頼し、その噂を忘れることなく、その戒めを守るために、神の業を思い起こそう。力ある不思議な業。ハレルヤ、ハレルヤ。偉大な預言者が私たちのうちに現れ、神は民を訪れてくださった。アレルヤ、アレルヤ。マルコによる福音。数日後、イエスが再びカファナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、四人の男が中部の人を運んできた。しかし、群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来いよ、あなたの罪は許される、と言われた。ところが、そこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐにして言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよ。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで、皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って、神を賛美した。主の御言葉。